ベラベッカ。ベラベッカのパンを意味する。ドライフルーツやナッツなどの割合が多く、クリスマスに食べられる。一般的にはパンを不留として知られており、フランスアルザス地方の言葉で、ポワールのパンを意味する。フランス北西部のアルザス地方の代表的なお菓子とされており、クリスマスの時期に食べられる。日本でも、クリスマスの時期になると、デパートやパン屋などで販売しているところもある。 洋梨やドライフルーツを乾燥させたものをキルシュワッサーに漬け込んでイースト生地で焼き上げたもの。その他、レーズン、イチジク、プルーンなどのドライフルーツやアーモンド、ピスタチオなどのナッツがたくさんが入っている。スパイスを使い香り付けをすることもある。生地のつなぎは少量で非常に濃厚な味であるため食べ方としては薄くスライスしてワインや紅茶、コーヒーなどと食べるのが 一般的。アルザス地方では、かつては、新年のパン、年賀のパンとして、新年の挨拶代わりに、手土産として持っていく風習もあった。ベラベッカの発祥の地である。アルザス地方は、ドイツとフランスに代わる統治されてきた歴史があるため、両国の食文化が混ざり合っている。そのため、同じくクリスマスのお菓子であるドイツのシュトレンとベラベッカは、どちらもドライフルーツが入っていたりと、 共通点も多い。ベラベッカの配合の一例は次の通り。発酵生地には、強力粉、ドライイースト、塩、砂糖、無塩バターフィリングには、ドライポワールドライプルーンレーズンオレンジピールナッツ類、イチジクシナモンクローブキルシュワッサーを使用する。工程は大まかに言うと、ミキシング一時発酵分割、ベンチタイム成形焼成発酵聖地以外の、材料は一晩漬け込んでおく。 フリークリスマス菓子の浸透連動ベラベッカに注目。2021年1月11日閲覧。スイートカフェ世界のクリスマス菓子。2021年1月11日閲覧。小田原の洋菓子店で、ベラベッカ販売クリスマス前の伝統菓子。2021年1月11日閲覧。ありがとうございます。